昨日見た夢の話など興味ない退屈さ、回りくどい君の話し方ならなおさらさ、どうしてもっとさっとできないのかな、もっと単純に話せばいいのに、思ったほど伝わってないのにな、なんでそれに気づかないのかな、君の話はもう聞き飽きた、自慢話はもうこりごりだ。